5分だ。いい映画見れたか小林です。どうも、今年も1年ありがとうございました。来年2015年もよろしくお願いいたします。というわけで、今回はですね、悪魔の生贄を、このね、年末年始、クリスマスの、時期を読まずにですね、ぶっ込ませていただきましたので、もし、見れる方、挑戦してみたいぞっていう方は、ぜひぜひ見てみてください。で、次回は、サンシャインクリーニングを、可愛らしいやつをね、ポロッとお届けしたいと思いますので、ぜひこちらも聞いていただけるとありがたいです。それでは、また、来年、次回お会いしましょう。またまたー。